フリードリ・ヒビル・ヘルム・フォン・ビューローフリードリ・ヒビル・ヘルム・フォン、ビューロー男爵およびフォン・デン・ネビッツ伯爵は、プロイセン王国の軍人。弟に、プロイセンの軍事学者、ハインリヒ・リートリヒ・フォン・ビューローがいる。1755年2月16日、アルトマルクのファルケンベルクで生まれた。1768年に、プロイセン軍に入隊。1772年に、巡視官に、 1775年に勝尉に昇進した後、あと、1778年のバイエルン、継承戦争に参戦した。その後は、軍事学、科学と美術を学び、音楽の才能で、プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム2世の目に留まり、1790年には、ベルリンの名士の間でも目立つ存在になった。一方で軍務をおろそかにせず、1792年には、 大尉にも昇進して、ルイ・フェルディナント王子に軍事を指導した。フランス革命戦争では1792年から1794年のラインガー戦役に参戦、マインツ後位戦で戦功を立てて、プールルメリット勲章を授与されると共に少佐に昇進した。その後は、東プロイセンのゾルダウに駐留した。1802年に結婚したが1807年に、妻が死去。 さらに子供のうち二人が溶接した。また、1806年の第四次大仏大同盟戦争で、フォンビューローの軍勢が、タイナポレオン・ボナッパルトの戦役に派遣されなかったことも、フォンビューローを失望させた。戦役は、プロイセンの大敗に終わったが、フォンビューローは帰って元気を出して、アントン・ビルヘルム・フォンデストック将軍の部下として、奮戦、負傷した。その後は、 ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヘル将軍の部下として一個旅団を率いた。1808年に少々に昇進した後、プロイセンの再建に心血を注ぎ、その愛国心により、ブリュッヘルと争うにまで至り、一人体に追い込まれるほどだった。1811年に復帰してから1813年に、第六次大仏大同盟戦争が勃発するまで、フォン・ビューロは、 傭兵がより慎重になり、取り返しのつかない決定を回避した。1813年3月14日、中将に昇進した。ベルリンの守備では、ニコラウディノと戦い、夏には、スウェーデン王大使ベルナドっての指揮下で戦った。フォンビューローは、グロースベーレンの戦いで軍港を挙げた後、デンネビッツの戦いで対勝して、ナポレオンのベルリン侵攻を阻止した。 この戦闘は、プロイセン軍の力のみで勝利したとして、プロイセン国内で称えられ、ビューローがブリッヘルと被験するまでの人気を誇った。ライプツヒの戦いで活躍した後、フランス軍をオランダと南ネーデルラントから追い出す役割を与えられ、1814年1月のフーグストラーテンの戦いで勝利した。その後は、北西からフランスに侵攻して、 ブリュッヘルと合流した後に、ラオンの戦いで勝利、不評大将とビューローフォンデンネビッツ伯爵に除された。1814年から1815年までの短い平和の期間には、ケーニヒスベルクでプロイセン本土の軍総指揮官を務めたが、すぐに呼び戻され、第七次大仏大同盟戦争のワーテルロー戦役では、ブリュッヘルの下で第4軍団を率いた。 リニーの戦いには参戦しなかったが、ワーテルローの戦いでは、第4軍団がナポレオムへの側面攻撃を行ったため激戦を戦い抜いた。以降のフランス本土侵攻に参戦した後、1816年1月に、警ヒスベルク勤務に戻ったが、1816年2月25日に、突如死去した。1802年、ヨハン・カジミール・フォガウアー大佐の娘、 アウグステ・マリアンネと結婚三女を設けたが、うち二人が溶接した。1808年、戦災の妹パウリーネ・ユリアーネと結婚した。二人は二男三女を設け、うち二女が成人した。ありがとうございます。